常磐大学は、茨城県三戸市三和百4 3 0 1日本部を、く日本の私立大学である。1983年に設置された。常磐大学は、1909年に開校した、裁縫伝習所を前身とした大学である。茨城県三戸市三和に、常磐短期大学を併設したキャンパスがある。また、同じく、三戸市内にある、 京成百貨店にエクステンションセンターを兼ねたサテライトキャンパスを東京都港区田町駅前に東京事務所を兼ねたサテライトキャンパスを設置している。自立、創造、真摯を基本理念としている。過去にあった研究家毎年10月に時は祭りが三輪キャンパスで開催される。部活動とサークル活動は自治会、学友会、委員会、体育会、文化連合。 同好会、愛好会に分かれている。体育会に所属する部活動は2010年現在、8部が存在している。公式野球部は、関子新学生野球連盟に加盟している。野球その他スポーツ、三輪キャンパス、常磐短期大学と常磐大学幼稚園が、キャンパス内に併設されている。周辺には、快楽園がある。桜の豪キャンパス、 国立病院機構ミト医療センターの敷地内にある。看護学部が看護実習の全段階である演習等を行う。ミトサテライトキャンパスがある、京成百貨店芝浦サテライトキャンパス、東京都港区芝浦にあるキャンパスイノベーションセンターに東京事務所を兼ねたサテライトキャンパスを開設している。大学院の授業を開講している。ミトサテライトキャンパス、ミト市にある 京成百貨店にミトサテライトキャンパスとしてエクステンションセンター京成百貨店教室を開設している。ありがとうございます。